時刻は三時を回りました三時といえばマンツタイムーマンツとは英語でむしゃむしゃとかもぐもぐといった意味がありますなのでマンツタイムはむしゃむしゃもぐもぐタイムちょっと小腹が空いてきたので何か食べようかな今日のおやつはこれ大玉チョコボールピーナッツ森永練乳いちご味 森永の定番お菓子チョコボールからイチゴの香料を使い森永練乳の味わいをイメージした大玉チョコボールピーナッツ森永練乳いちご味が期間限定ファミリーマート限定で発売されています大玉ということで通常のチョコボールと比べて大きさは2.5倍 真ん中に香ばしいピーナッツ、その周りをサクサクのクリスプ層が包み、練乳いちご味のホワイトチョコでコーティングされています。では今日のやつ、森永の大玉チョコボールピーナッツ、森永練乳いちご味、いただきます。えもうね、可愛い,いの見た目が本当にこれ、みんなに見てほしい。あの、キョロちゃん、あキョロちゃん、あれ、キョロちゃん、あれ、キョロちゃん、あれキョロちゃん、キョロちゃん。 キョロちゃんとあとあの練乳のね牛さんがコラボしていていいんじゃないですかお似合いですよお二人では開けていきましょうよいしょ絶対おいしいもんなこれうわあたっぷり入ってるおうれしいまた練乳のいい香りがしますではいただきまーす <laughs> おっきい恐竜のあ恐竜の卵もっと大きいかなんでもないです <laughs> これすすごいですよ思ってた以上に多分これあの結構考えるの大変だったと思うあのなんだろうすごい工夫されてるあの周りがまあ、さっき言ったようにこのいちごがあってでクリスプがあってでピーナッツがあるんですけど何て言うんだろうなジャんサクザク <laughs> すごいおいしい玉や <laughs> これはあのお子さんも絶対好きな甘さですしなんかあの大人の方でも何だろうなすごいなんかこう懐かしいあのいちご子供の時によく食べたいちごのお菓子みたいなそういう優しい味がしますね。 もう大好きこれ美味しい今年ナンバーワン私の中であわかんないちょっと全部忘れちゃったけどでも今のところナンバーワンですまずタイム今日は森永の大玉チョコボールピーナッツ森永練乳いちご味いただきましたまたこの動画は ZIPFM の YouTube チャンネルにアップしますの、ね、でぜひご覧ください ZIPFM